SDGs from 信州。日本でまだ食べられるのに捨てられている食品の量は年間570万トン。それらのもったいない食品を有効活用しようと、 AC 長野パルセイロ、 NPO 法人フードバンク信州、 ABN の3社によりフードドライブが開催されました。うちも時々支援してもらって食材とかもらったりするんですけど、こちらで有効活用できなくても寄付することによって寄付された側が有効活用してくれたりするので、SDGs とかねありますけど、そういうのにも貢献できるのかなって思います。最近いろいろとフードロスとかの問題もありますので、こういった機会を設けていただければ、私たちも大変助かりますし。フードドライブで集まった食品はフードバンクなどの団体を通して支援を必要としている人に届けられます。ここ数年でフードドライブの認知度が上がり、フードバンク信州には2021年度およそ26トンの食品が寄せられました。前年度に比べおよそ2倍に増えています。食品ロスを減らし有効活用を目指す動きは県内の企業の間でも広まり、フードバンクを支援する企業が年々増えています。小麦粉や麺類の製造を手掛けるからきだ製粉では、6年ほど前からフードバンク信州の活動を支援しています。困っていらっしゃる方々、その思った以上に多いっていうことで、びっくりしまして、やっぱり食品なんで廃棄するよりはやっぱり食べていただきたい、社会貢献につながっていくっていうことであれば、私どもとしても嬉しいかな。利用してほしいっていうところがね増えてきて、そんなに多くないけどもらってもらえますかって形で来てくださるので、それはすごくいい流れかなって思っています。食料の循環型を社会を進めて、それがつながって支え合いが、一人地域の中支え合い型の社会になればいいなっていうのが一番。企業が作る責任、使う責任を果たし、有効活用された資源が誰一人取り残さない社会へつながる、食品ロス削減の取り組みが広がりを見せています。